イタリアンスパゲッティは日本のスパゲッティ料理の一つ。定義や決まった調理法は存在せず、地域によって異なる料理を指す。場所によりナポリタンと同義。東京等の関東圏を呼び、東北地方では麺も具材もナポリタンと同じだが、ケチャップを使わずにただ塩と胡椒で味付けし、 油炒めしたスパゲッティのことをイタリアンスパゲッティと呼ぶ。具材が同じでも全体的に白っぽいので赤いナポリタンとは見た目の印象が全く異なる。関東、東北ではかつては喫茶店のスパゲッティといえばナポリタンかイタリアンの二択ということが多かったが一時期ブームとなった。 解雇趣味で復活したナポリタンの裏で忘れられ、現在東京ではイタリアンを供する店は、ほとんどなく、わずか数点のみが貴重な存在となっている。名前の由来について、通俗的には、たまたまケチャップがない時に、あり合わせの最低限の調味料で作ったが、ナポリタンの特徴である、ケチャップ抜きなのに、かといって、それに変わる。 地方食が加えられているわけでもないので、イタリア国内の特定の地方ではないという意味で、イタリアンと呼ばれた塔と言われているが、実は、オーギュストエス・コフィエの料理書に、記載のある、スパゲティ・イタリエンヌに由来する由緒正しい料理名で、ある。現在、一般的なイタリアの家庭では、パスタビアンカがよく作られている。これはフライパンにオリーブ油を引き、 そこに茹でたパスタを入れて、塩と胡椒で味をつけ、混ぜるだけのシンプルな料理で和食に例えるとそウドンのようなものである。別名、プレーンパスタやホワイトパスタ等という。お好みでペコリのロマーノチーズかパルメザンチーズを加えるので、上述のスパゲティイタリエンヌとも近く、日本のイタリアンにも通じるものである。 パスタビアンカにみじん切りのニンニクを入れうっすら色がつくまで炒めて投入するとアーリオオーリオになる。アーリオオーリオにさらに唐辛子を加えるとペペロンチーノになる。なお、これらパスタビアンカ、アーリオオーリオ、ペペロンチーノはイタリアでは極めて通俗的な家庭料理であって決して店で強制られることはない。関西では一部の喫茶店において ナポリタンをイタリアンと呼んでいる。昔は一部ではなく、近畿地方で、イタリアンと表記、呼称していた。語言説として、料理の色彩がイタリアを連想するからとも言う。名古屋等の中京圏では、一部の喫茶店が、ナポリタンに似た、独自の料理をイタリアンと呼んでいる。店により違いはあるが、熱した、ステーキ皿にナポリタンを盛り、溶き卵を流し込む場合が多い。 このため、鉄板スパゲティや、鉄板イタリアン、鉄板ナポリタンとも呼ばれ、店舗によって呼び名が異なる。このスパゲティの発祥は、名古屋市東区にある、喫茶行きで、1961年に誕生した。当時、店主が、イタリア旅行でスパゲティを食した際、途中で冷めてしまうのを不満に思い考案したものである。語源についてはさらを、 板に見立てた上でスパゲッティを、板スパと呼び、ダジャレで、イタリアンスパゲッティとなったとも言われる。ありがとうございます。